始まるよ。はい、どうもこんにちは、カーリーです。はーい、なんかいつもより明るくないって思うと思うんですけれども、キッチンの換気扇についてるライトがちょうどいい明かりでした。嬉しい。本日は何ですかって感じだと思うんですけども、本日はじゃーん、無印です。今回なんで住所をねご紹介しようかと思ったかと言いますと、カーリー北海道に住んでるんですけども、地元から札幌に引っ越してきまして、近くに無印があるのでそちらにちょこちょこ行かせていただいております。シンプルでおしゃれだなみたいな感じで沼り中です。始まりで見ていただいたと思うんですけども、北広島の無印でアイスが食べれるようになりました。もともと無印ってあのイートインコーナーついてるところあると思うんですよ。無印で買ったもの食べたりとか、あのちょっとコーヒー飲むスペースあったりとか、そういうとこ多いんですけど、まさかのアイスクリームも食べれるようになったということで、わお。というわけで本日は無印で買った購入品紹介をしていきたいと思います。掃除用具とかもねすごい使いやすいしさ、結構何ですか、何をしたか忘れちゃった。まず食べ物以外をご紹介したいと思います。まずですねこちらです。ダメージシャンプーカラーキープのシャンプーです。ちっちゃいね350円ぐらいで売ってるボトルをとりあえず買ってみたの。結構なんか頭かゆくなったりとかもないし、サラサラになるしいいかなと思って大きい方を買ってみました。あとはですね、敏感肌用のしっとりタイプの化粧水です。敏感肌すぎて、乾燥肌すぎて、アトピー肌とかもあるのでもうカッサカサになるから体に塗りたくるようです。でここから食べ物編です。もう全然ねこれとこれしか物は買ってません。食べ物はしっかり食べてレビューもしていきたいなと思っておりますので、はい、乞うご期待。ごめんなさいね、今日声出てるかがよくわかりません。まずですね、秋といえばじゃーん、栗ご飯です。これがですね490円です。私ね栗ご飯大好きなんですよ。もう秋じゃないですか、やっぱり秋といえば栗ご飯ということで栗ご飯の素を買ってきました。これはお米2合で2から3人前のものです。美味しそう。どんな味なのか食べるのめっちゃ楽しみです。栗の甘みを生かしたご飯の素です。風味の良い昆布を仕立ての出汁で素材を生かして仕上げました。というわけで続いて秋冬といえばこちら、スンドゥブチゲ。こちらがなんと180円です。鍋の素にしては安くないって思ったんですけど、どうですか。一応ですね1人前が2袋入ってるので鍋の素としてはとても安いかなと。大袋だとさ1人だからさ余っちゃうじゃん。でしかもさ2袋あればさ2回できるっていうことで嬉しい。あ、ビビンバ丼とかもねこれ作れるって、いや美味しそう。温かいもの食べたいなと思いましてこちらを購入しました。アサリの旨味に唐辛子を効かせた魚介のコクと辛さが特徴の鍋の素です。韓国のスンドゥブチゲをお手本にしました。辛さレベル3です。一人暮らしにさ嬉しいよね、こういう小分けになってるの。はい、そしてこちらです。アヒージョの素です。アヒージョ、こちらがですね150円です。やっとーい。アヒージョを作ろうと思えばうちにあるもので作れるんですよ。オリーブオイルあるし、バジルあるし、ニンニクあるし、あと食材買ってみたいな感じでできるんですけど、ちょっとこれ使ってみたいなと思いまして購入しました。ちなみにこれも1人前2個分です。ありがたい。香りの良いオレガノやパセリ、ローストガーリックを合わせました。エビやマッシュルームなどを用意するだけで手軽にアヒージョが作ります。いいですね。ブロッコリーとか入れたいですね。はい、続いて
じゃーん、ご飯にかけるコムタンです。何コムタンっていう感じなんですけど、牛肉やネギをニンニクやごま油の風味を効かせたスープで煮込みました。具材の旨味を生かした韓国の郷土料理がお手本ですって書いてます。はい、続いてじゃーん、バターチキンです。しかもね、これ2代目、これが2012年に発売した時のバターチキンです。でもさ、その年代別で売ってて、多分期間限定で、2012年のバターチキンは北インドの定番カレーをお手本にトマトの酸味と甘みを生かし仕上げました。バターのコクとまろやかな味が特徴ですって書いてます。私ね、あの無印のカレーを食べたことがないんです。エスポワールドライブ の無印購入品紹介かな、いつもケイスケくんがバターチキン美味しいって、俺はストックしてるって言ってたんです。それを見てたんでずっと食べたかったんですけど、今になりました。でこれとじゃーん、ブラウンマサラ、ブラウンマサラですね。エビのクリーミーカレーです。エビの旨味とココナッツミルクの濃厚なコク、カレーリーフの香りが特徴です。南インドのシーフードカレーをお手本にしましたということで、これは辛さレベル2ですね。どっちも2です。めっちゃ美味しそう。私ね、ココナッツミルクが入ったカレーを沖縄で食べまして、あの石垣に住んでた時に食べたんですけど、めっちゃ美味しいってなって、あとパクチーとか入ってるやつも美味しいなと思って、まあこのカレーを買ったということは、やっぱりあのナン作らなきゃなということでナンも買いました。なんか2枚の、 あのもうできてるやつもあったんですけど、お値段が一緒だったんで、それだったら自分で4枚作った方がいいなと思ってこちらにしました。そしたらさ、2枚2枚でこっちで食べれるかなと思いました。2枚で足りるか、まあ、足りるか、まあ、足りなかったらご飯も食べてっていう感じですね。はい、そしてですね、じゃーん、水餃子を買ってきました。こちら水餃子がですね、1袋450円です。20個入ってんだって。20個入りで450円です。素敵。何日食べれるのっていう話ですね。そしてキンパです。こちらキンパのサムギョプサル味です。こちらもう切れてるの、切れてて冷凍になってる感じですね。知り合いにおすすめしていただきまして買ってみました。他にもダッカルビの味とか、なんか他にもねあったんですけども、私はサムギョプサルにしました。塩とごま油で味付けした豚肉や卵、人参など5種類の具材を巻きました。手軽に食べられるようにカットしてありますということで、ごま油の味するからさ。水餃子がですね、もちっとした皮で豚肉やキャベツ、香味野菜を合わせた具材を包みました。茹でるだけで手軽に食べられますということで、最高じゃん。はい、という感じです。え、もう終わりですかって感じだと思うんですけども、これだけで終わりません。本日撮影した日から1週間ですね、無印のものを使って、まあ、他にもね使うんですけど、料理をしていきたいと思います。私ね、朝とか昼は仕事先で食べちゃったりとかするので、もし家に帰ってくるタイミングが昼とかにあれば、あの昼とかも食べるかもしれないんですけども、基本的に夜しかお家でご飯食べないので、夜ご飯を作っていく感じにしていきたいと思います。というわけで次回、無印1週間生活となります。あ、もうこの次のね動画かはわからないけども、お届けしていきたいと思います。はい、パスタとかもさ、すごいいっぱい種類あったので、今度1週間パスタとかもやりたいですね。パスタの素使って違うものを作るとかも美味しそうだね。そういうのもやりたいなって思っております。これ美味しいですっていうものをぜひあれば教えていただきたいです。
そうだ、あのうちに飲み物結構あるのでご紹介していきたいと思います。まずこれ閉まっちゃいますね。ちょっとこれ袋のままですいませんなんですけど、これあのルイボス黒豆茶です。これもねすごい美味しいし飲みやすい、なんか体に良さそうな味がします。で、あとそば茶好きなんですけど私、これも美味しいです。これ10袋入りです。こっちは20袋入りです。あとねまだ飲んでないんだけどジンジャーレモングラスっていうのもあります。秋冬にいいのかなと思って購入しました。あ、そうだ、アップルルイボスもございます。どんだけあるの飲み物。そんな感じですか。あ、どうだった、アサイザクロもございます。これもね美味しい、炭酸とかお酒で割っても美味しいらしいんですけど、まだお水としか割ったことがないです。こんな感じですかね。はい、この辺にある無印のものはそんなもんですかね。あ、まだあるわ、深型水切りネット。これをあのキッチンの排水口の受け皿にかぶせて使ってます。あの三角コーナーを置くのが嫌で、シンクが汚れるので嫌で、それでもうそのままあの排水口のところにかぶせて使ってる感じです。そっちの方がシンクきれいに使えるし、水洗いしてるものの汚れとかもその中にたまるし、あと洗剤でね洗ってる時とかに食器についてる油とかがそのまま流れないで、もう塊とかはそこで落ちるようになってるし、あと匂いがね上がってこないっていうのが一番いいですね。定期的に変えてます、そのまま。でそれ変える時もここに一緒に入れてるんですけど、こういう袋をこうこうして水切りネットこうやって持って、こうこのままこうしてでこう丸めて、そのままあの燃えるゴミの中に捨ててるので、匂いもこの中で密封されるしいいかなって思っておすすめです。あとはさ、あの茶色いティッシュわかりますか。あの無印の茶色いティッシュがあるんですけど、こんくらいの大きさのないそれがね、めちゃくちゃいいです。水に濡れた手でさティッシュ取るとさ破けちゃうんですけど、それはね破けないの、破けないわけじゃないけど破きにくいんです。なので例えばお風呂上がりにさちょっと鼻噛みたいっていう時にこう取っても大丈夫だし、なんかこうちょっと手が濡れた状態でも取っても破きにくいっていうのがいいかなって思いますね。あとあの水回りちょっと拭いたりとかにも使えるレベルで、あの破けないっていう感じです。破けにくいって感じですね。はい、そんな感じでございます。まあ、こんなもんかな。これまだあったわ、おすすめしたいものまだあった。さっき言ってたティッシュペーパーこんな感じです。卓上用ティッシュペーパー。あとね、私はこちらを玄関で使ってます。ウッディの香りのフレグランスです。いつも使ってる瓶の中に入れてます。で、こちらの、ね、抗菌スプレーも買ってます。これはね、柿と笹とよもぎを配合してて、それの力で抗菌してくれるって感じですね。無効物油なのと弱酸性なので衣類とかにつけてもいいものです。あの服を傷めないっていう感じですね。こちらを使ってます。結構シュシュシュと玄関のマットとかにもつけたりしてます。で、あと消臭ミスト、ストラスミントをこちらも使ってます。これもねめっちゃいい匂い。消臭成分が入ってるのとエッセンシャルオイルのみで香り付けしてるので優しい感じです。エタノールがフリーなのでこれも衣類とかにつけても衣類傷みにくいですし、香料無添加なのでぜひおすすめです。はい、そんな感じです。本日もご視聴ありがとうございました。一つでもなんか買ってみたいなって思ったものがあればぜひグッドボタンお願いいたします。あとはね、皆さんのおすすめの無印のものがあればぜひ共有お願いいたします。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。では皆さん。